新庄の戦いは、母親戦争時、奥越列藩同盟を離脱して、新政府軍に参加した、新庄藩が、薩摩藩や長州藩と共に、大宇列藩同盟の庄内藩を中心とした、旧幕府軍を相手に繰り広げた一連の戦いの総称である。母親戦争時、新庄藩の反論は、勤労に一致していたが、慶応4年4月12日に、 仙台にあった王宇沈部総督府に筆頭画廊である河辺よりが出頭した時に河辺は庄内政党軍への出兵を命じられた。うる4月23日、沈武副総督の沢田目良が薩長を中心とする内将軍を率いて新城に入り本営を置いた。内将軍は24日、清川口から攻撃を開始して新城藩の3つの正体が出兵した。 奇襲を受けた省内軍は形勢を整えて、猛反撃を開始した。うるー4月20日に、総督府参謀、セラ修造が暗殺されて、うるー4月23日に、奥越列藩同盟が成立する。新城藩は、洋人不入元左衛門が署名して、同盟に参加した。総督、千坂太郎左衛門に率いられた、米沢軍千名と省内藩、上山藩、山形藩、 天道藩を加えた、総勢2000名の奥右越列藩同盟軍が、新城を目指して北上した。これに驚いた、沢田目良は29日朝に、久保田藩の領内へ脱出し、新城藩は同盟軍を城下に迎え入れた。近所頭の竹村直樹が鶴岡に行き、庄内藩家老の松平本十郎に会い、清川口の戦いの謝罪をした。その後、 新城藩は同盟を離脱する。7月14日、宇州街道の松平神三郎が率いる、庄内藩一番大隊が進撃する。庄内藩二番大隊は西方に迂回して、長蛇ヶ原、角沢を通る道より新城を攻撃するために、進軍した。庄内藩一番大隊と松山藩の中隊が、午前8時に船形を出発し、宇州街道を北上した。 午前10時ろ、先見隊が突然左右の高地から一斉射撃を受け、死傷者が続出した。反撃しようとしたが、一番大隊の参謀、長坂カウコンの助の提案で正午ごろ撤退した。坂井吉野城が率いる二番大隊は、南西方向から新城を攻撃した。長者ヶ原と角沢で新城藩より攻撃を受けながら前進して、清水で昼食を取り、 福田、神官村方面に進んだ。一番大隊が敗走した後も、二番大隊は、感動で、新政府軍と激しい交戦を続けた。午後になって、新城兵は、神官村付近を援軍を送り、佐賀藩、長州藩の半分を援軍に向かうが、薩摩藩と残りの長州藩は城下に引き上げる。2時間の激戦の後、新政府軍は、敗走を始め、 庄内藩軍は城下に一気に攻め込んだ。庄内軍が新城城下に入ると、西軍はほとんどいなかったので、城下3000戸を焼き打ちした。新城城下は檻からの烈風を受けて大半が消失した。藩主、戸沢正美は、老城討ち事にを考えたが、河辺頼の説得を受けて、海上亡命に同意した藩主一族は新城兵と共に、 秋田に逃亡していた。二番大隊の坂井吉野城が再敗ととって、新城城に攻め入ると、大手門は固く閉ざされて、会場と書いた紙が貼ってあった。新城の戦いは午後5時に戦いは終了して、庄内藩は福田、人官村にあえした。新城は9月23日の新政府軍の奪還まで、庄内軍の管理下に置かれた。 堺吉野城は幸福人の生命を保障して年貢半減などを打ち出して、領内の安全が保たれた。ありがとうございます。